がとうございます。後ろのお客様まで声届いておりますでしょうか。ありがとうございます。それでは皆様、お時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。お集まりいただきましてありがとうございます。これより10分ほどお時間をいただきまして、本日走行してまいりました長崎から、博多の金の道にまつわる7つのエピソードの振り返りをさせていただきます。この36プラス3は九州を5日間かけて一周し、各コース色をテーマに、色にまつわる文化や自然、食などに関連する35個のエピソードとともに走行しております。本日最終日、月曜日のルート、長崎から博多は別光や長崎の夕日の黄色もテーマとしております。皆様もこの旅で金にまつわる発見をされた方もいらっしゃるかと思います。エピソードはご乗車後にお渡しいたしましたリーフレットにも簡単に記載がございます。お手元にお持ちのお客様は前方のモニターに映し出される映像と合わせてお楽しみくださいませ。ちなみにエピソードですが、博多から長崎でもご紹介させていただいたんですが、聞かれたという方いらっしゃいますか。ご乗車の ありがとうございます。帰りもありがとうございます。はい、では、早速ですが、甘い金色の街道シュガーロードについてご案内をさせていただきます。現在では私たちの身近にあるお砂糖ですが、奈良時代に遣唐使によりもたらされるまで、砂糖は日本には存在しておらず、当時は薬として高級品の扱いでした。江戸時代鎖国のもと、海外との唯一の窓口であったのが長崎県の出島です。出島に輸入された砂糖やお菓子は、佐賀、福岡を通り遠い本州へと運ばれていき、いつしかその道はシュガーロードと呼ばれるようになりました。南波貿易により伝来し発展を遂げた銘菓は、長崎ではカステラやカスドース、佐賀では小木羊羹や福岡では鶏卵そうめん、北九州のコンペイトなどがございます。次回お召し上がりになる際には、この甘い金色の街道のお話を思い出されて味わってみてはいかがでしょうか。続いての金色のエピソードの宝塔神社ですが、今からお話しするこの神社は唐津湾に浮かぶ高島にございます。近年あることで多くのメディアにも取り上げられ、参拝者が増えました。そのあることとは一体何でしょうかというクイズを出したいと思います。1回目はこちらにお越しいただいたお客様2回目になってしまいますが、はい、覚えていらっしゃいますでしょうか。ぜひお手元のリーフレットを見ずにですね、これだと思う理由に挙手をしていただければと思います。参拝者が増えた理由とは、1番猫がたくさんいるからが1番です。2番何度も宝くじの高額当選者が出たから。3番夕日が綺麗だからです。1から3で、挙手をしていただければと思います。では1番の猫がたくさんいるからだと思われるお客様、手を挙げられてください。はい、では2番の何度も宝くじの当選者が出たから、はい、多いですね、ありがとうございます。と3番夕日が綺麗だから、はい、ありがとうございます。皆様正解でございました。ありがとうございます。答えは2の宝くじの高額当選者が続出したからです。ちなみに1番猫がたくさんいる島、どなたかご存知の方いらっしゃいますか。とお助かりする方もいらっしゃいますが、新宮町の愛の島、こちらですね。3番の、夕日が綺麗なところは宮地岳神社が有名でございます。お答えいただきましたところで、金運の島宝塔神社のエピソードについてです。宝塔神社は戦国時代に唐津湾にある高島を海賊から守った野崎綱吉を祀った神社です。綱吉のおかげで島の産業である製塩業で莫大な利益を得ることができ、高島の人々はお礼として綱吉を祀った神社を島の宝という意味を込めて宝塔神社というふうに名付けました。
その後、宝は当たると各神社の名前にあやかりまして、祈願した人々が宝くじの高額当選をしたことをきっかけに、金運に効果のある神社だと評判になったそうです。実際に参拝された方から届いた当選お礼の手紙などが神社内には掲示されているそうですので、ぜひ機会がありましたら、行かれてみてはいかがでしょうか。では次に金賞エピソード鍋島についてです。鍋島とは佐賀県にあります福千代酒造が作った日本酒です。鍋島は28種類と種類が豊富にございますが、流通量が多くないこともあり、現在では幻のお酒というふうにも言われております。肥前浜でお求めになったお客様などいらっしゃいますか。鍋島結構お好きだという方もいらっしゃいますか。あんまり口にすることもないですかね。はい、ありがとうございます。鍋島の特徴といたしましては、米の旨味と搾りたての発酵感やフルーティーでしっかりとした味わいが特徴だそうです。さまざまなお酒の品評会や鑑評会で金賞を収めており、金賞や数々の賞を受賞しておりまして、日本を代表する日本酒です。では次に金は美味しいのからすみについてのご案内です。からすみとはボラなどの卵巣を塩漬けにし、その後塩抜きをして天日干しで乾燥させた高級食材です。日本には中国から約370年前に伝来をし、中国の炭の形に似ていたことから、中国の呼称である唐と炭を取り、からすみという名前が付けられたそうです。では再度ここで三択クイズを出したいと思います。日本三大珍味ですが、からすみと、このわた、このわたはナマコの腸を塩漬けにしたもの、塩漬けして熟成したものですが、あと一つは何があるでしょうか。1キャビア、2ウニ、3イクラです。こちらもでは挙手でお願いします。1のキャビアだと思われます。はい、では2番のウニ、はい、ありがとうございます。で3番のイクラ、はい、ありがとうございます。少し分かれましたが、正解は2番のウニでございました。正解した方おめでとうございます。特にすみません、経費などはご用意はしてないですけれども、はい、こちらにも記載がありますが、世界三大珍味がキャビアでございました。キャビア、フォアグラ、トリュフです。ちなみにカラスミですが、日本以外にもスペインやイタリアなどのヨーロッパ、そしてエジプトなどでも作られているそうです。そのままおつまみでも美味しいですが、パスタと和えた食べ方も美味しいので、ぜひ食べされてみてください。続いて金の絶景をテーマに、大室湾の夕日です。大室湾とは長崎県の中央部にある、地方のほとんどが陸で囲まれた地域です。その大室湾の左手、長崎市から西海市を通り、長谷越へ続くサンセットロードでは、長崎屈指の夕日を見ることができます。一方の大村湾の右手、長崎市から大村市を通り、長谷越へと続く JR 大村線には千綿駅がございます。ホームの目の前に大村湾が広がり、穏やかな海面を何時間でも眺めていられます。特に夕暮れ時には海面に夕日が反射し、辺りが黄色に染まり絶景です。こちらが千綿駅のご案内でございます。続いて祭りの金のランタンフェスティバルです。ランタンとは中国の提灯のことで、旧正月のお祝いが起源の祭りです。皆様の中でランタンフェスティバル行ったことある方いらっしゃいますか。結構いらっしゃいます。ちょっと今年はなかったので、また来年に私も期待したいと思います。期間中の2週間ですが、メイン会場の長崎新地中華街をはじめとした市内の中心部に何千個ものランタンやオブジェが飾られるほか、フルーツや長崎雑木などの中国の伝統的なショーをお楽しみいただけます。異国情緒あふれるこの祭りは、今では長崎の冬の風物詩でございます。最後のエピソードは、金の手仕事別光細工についてです。独特な色味と質感が愛され、国指定伝統工芸品に認定されている美しい別光細工ですが、
材料は熱帯の地、海域に生息しているタイマイというウミガメの甲羅です。タイマイの甲羅は樹齢のように一枚一枚薄い層が重なっており、その甲羅を少しずつ削り貼り合わせて作られます。ここで最後の三択クイズです。鉄鋼細工を貼り合わせる工程で削った甲羅は熟練の職人さんにより熱と圧力と何かで貼り付け加工をされております。熱と圧力とともに何かとは何でしょう。1、水、2、接着剤、3、樹脂。では1番のお水だと思う方、接着剤の方法かないらっしゃらないです。では3番の樹脂2名ですね。ありがとうございます。では正解です。正解は1番の水でございます。正解の方おめでとうございます。鉄鋼の材料となるタイマイは絶滅危惧種であり、ワシントン条約により1993年以降輸入が禁止されました。しかし江戸時代から続く鉄鋼細工の伝統の火を絶やさないよう、現在は条例制定以前に確保していた材料を使用し製品作りが行われています。皆さんもお気に入りの鉄鋼細工を探しに長崎の街を散策されてみてはいかがでしょうか。さて本日ご乗車いただいた金の道はいかがでしたでしょうか。ここでポスに紹介されたお客様自身の素敵な金のエピソードを皆様にご紹介させていただきます。1ヶ月前に乗った赤の道に始まり、本日をもって36プラス3の旅第1章が完結しました。クルーの皆様、地域の皆様にたくさんのおもてなしと歓迎の言葉をいただき、心の底から癒され幸せな気持ちになりました。これから第2章、第3章と旅を続けていきたいと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしています。サンキュー。素敵なエピソードありがとうございます。こちらのエピソードを書いてくださったこの方はこの中いらっしゃいますか。ありがとうございます。5日間乗ってくださってなかなかいらっしゃらないかと思いますが、いかがでしたか。ありがとうございます。楽しかったですか。ありがとうございます。私どもはこのような言葉をいただいて励みになっております。心温まるエピソードありがとうございました。ポストに投函してくださった方以外にも、金色にまつわるものだけでなく何かしらこの車内で感じられたこと、思われたことがあるかと思います。それをぜひご自身のエピソードとしてお持ち帰りいただき、この方に語っていただければ嬉しく存じます。短い時間ではございましたが、長崎から博多の金の道のご紹介でした。車内で九州の魅力を存分に感じていただけましたでしょうか。また機会がございましたら、たくさんのエピソードが詰まった36プラス3での旅でお会いできますことを願っております。ご時間いただきましてありがとうございます。では最後に36プラス3のサンキューというものがあるんですけども、こちらのいただいたエピソードにも最後にサンキューと書いてあったので、皆さんでサンキューで終わりたいと思います。36プラス3のポーズがもう3っていう手に指で3ってするんですけども、最後にサンキューで終わりたいと思います。36プラス3はっていうのでサンキューでお願いします。36プラス3はサンキュー。ありがとうございます。ありがとうございます。車内入れますのでお気をつけてお続きまでお帰りください。本日はありがとうございました。